小役所さんのプライドの魂を出す時が来たの。レッツ工藤さんのプライドの魂。朝行きスーパーではない。出す時が来た。いや、揚げ物だったら飲まなきゃいけないでしょ。あ、ごめん、ちょっとビーシポット。エビじゃなくなった。あの、殻取ったらね、なくなっちゃう。油の加減どう？大丈夫そう？ガムちょっと弱めた方がいいよ。よし、じゃあパンクつけないこれあげようぜ。そうだな、これあげよう。今のうちに。エビが香ばしいおこげせんべい。美味しそうだ。普通に食べたら美味しそうだな。揚げたらどうなったのかっていけどな。あえてちょっと切ってみる。揚げる前に。あ、切ってみる。はい。はい、うまいよこれ。牛乳うまいぞ。これ好きだ俺。普通にうまいよ。でも割ハッシュドポテトみたいになってんだけど。大きな分もあげるかね。これの判定が分かんない。どこまであげる。それな。うん、どう。めっちゃうまいよ確か。この焦げのやつは、ね、全部ね、取り除くっていう。うまいよね、普通にうまいけど、揚げたらどうなんだよ。調節させに行くか。クワさんがいて、私がいるから。うまいよ、これ加減が分かんねえんだけど。加減どうなってんだ、これ。輪っかがあって輪っか側を打てばいいからこっちか。こうか、こうだ。なんだこの状態が。面白いことになってね。なんか横回って見返すと画面あるじゃないけどさ、そこで上げててさ、ライトアップされててさ、なんだよなんだよ。遅れるやつ、あげたりせんべい。せんべいどう？これぐらい。あ、いいんじゃない。ちょっとじゃあ最初に俺が一柱になってくるよ。よし。何でもいいよ、何でも。じゃあなんか適当に容器ぶち込んで、下俺がパクって。あ、すげえ、おこげ。いただきます。よくわかんないけどね、謎のエキスが出てきてシュコーって口の中に出てくる。あ、赤い。あ、赤い。やばなんかさ、食べるとさ、パキパキするお菓子あんじゃん。カレーみたいな感じになる。あ、それ油バージョンになる。だから油が跳ねてんだよ、そんな感じ。赤いんだけど、これ。やばっ。ちょっと待って、待って。これ、あれだ。全力で。さばさないと。すごい。こっちの。お前のも全力でさばってやろう。やばいやばいやばい。俺が作ったら。こうってなんだよ。こうってなって。やば。まあいいや、これ飲み物食ってこいよ。やば。行ってこいよ。こうってなんか。ね、もうすでにゴゴゴゴ入れてる。すでに言ってる。毎回さ、人がさ、あそこカメラの空エリアに行くと笑うんだけど、なんだろこれって思って。あってシュコーってなんない？あー口の中でシュワーってなるよ。あーあー死んでた。いや、マジでやばいあれ。あっつ出てくるよね。なんか出てくるんだよ。あっつ普通に舌が焼けるわ、これ。あ、ちょっと俺きついやつやね。バチ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 って言ってあっつフライ、うん、なんか本当にあのパチパチキャンディーのアップルバージョンと思ってくればいい。あっつあっつあっつ下のフライ、やべえじゃん。やばい。舌が上げられてるいいいいそれよかった。なんだ、なんかおかしい。え
なんか炭酸飲料集めた感じ。炭酸飲料すげえ激アツみたい。これは何？分かんない。知らん。何これ熱いね、何どうするか、写真の顔